紹介と脅威で天下を取るアキミロです。はい、三国志 9PK 続き遊んでいきます。前回でね、ついに魏軍の聖城を奪い取ることができたので、ここを起点に魏軍どんどん攻めていきたいと思います。まあ、それとは別にね、慶南も全部取れ、今は攻守に向けて出陣しているので、今回で左下から5軍追い出します。何番ともね、信頼関係にはなれたんで、まあ、ちょっと真上の県内に要請してみようかと思います。でここが空になったら雲南ともどもゲットしちゃおうと思います。成城の負傷兵14973もありました。これ全回復すれば45000ぐらいですね。いや素晴らしい。捕虜もね3人いたんで、この3名をゲットできれば武将も結構増えたことになります。この時代武将数が少ないんで、3名でもめっちゃありがたいんですよね。はい、成城の捕虜コアさん、いきなり仲間入りです。他は無理か。さあ、南蛮大王への要請申請です。通るかな。お願いします。県内を攻撃してください。うむ、分かった、やったー、通りました。愛人果たしてくれた激戦さん。これにて五軍は南蛮からやられるでしょう。あ、加工医が脱走しちゃった、なんてこったい。では脅威隊が攻守にたどり着きそうなので見ていきましょう。ゴー。ちなみに上野県内から一番の輸送が来てました。たどり着く前に落とすことができるか。あ、五軒さん仲間入りです。これは成城の捕虜です。これで成城の捕虜もいなくなったかな。一人は脱走されちゃったんで、さあ県内の輸送が来る前に落としちゃえ。2万のセーラーをなめんなよ。あ、上が今若干光りましたね。そして連打2連鎖、3257。そして戦車、これは白からか、止めろ、カギー、ナイス。もう落ちましたね、輸送が入る前に。はい、紹介軍が交渉を完了させましょう。楽勝。よしよし、南蛮が剣で落とす前に雲南も取っちゃおうかな。今だったら信頼関係だから攻められる心配もないんですよね。雲南、ただ中途半端な兵で行くと危ないか。生徒24000、攻守35000。いや慌てなくていっか。ここの要請は通ってるわけだから、南蛮が県内を攻めたら両方取りに行くように動きましょう。え、もう脅威たちは移動しようかな。ここは捕虜を捕まえることはできなかったですね。うん、であればちょっともう最前線の成城の方にどうしようかな。いやでもな、輸送入れないとちょっときついかな。だいぶ正常だけね、前の方になってるんで、そうだな、永安あたりで徴兵して、ここからちょっと兵を持っていきましょう。誰残すかな。豊さんの統率かなり高いから持ってきたいんだよな。むしろここに誰か別の人を持ってきて、この5人は全員移動しよう。成城、兵器人口が3万もありました。これ合わせれば75000ぐらいになるのか。よし、成城に10万ぐらい兵を貯めてね。そして漢中か長安狙ってみましょうか。深夜取っちゃうとね、五軍と接近しちゃうんで、なるべく左側に行きたいと思ってます。お、新しい抜擢武将です、露賢さん。あんまりいい感じではないですね。月並みが多い。武力が唯一有望か。現時点で言うのは知力、武力と知力、武力と知力、脅威かな。脅威さん厳格でよろしく。抜擢武将が奮戦を覚えたみたいです。
これからね、野戦が増えてくると思うんで、こういうのありがたい。もうどの城も部隊出してくることなく精鋭で倒せるとかそういう状態じゃないんで、もう艦中とかも9万4000ありますからね。すげえ数になっちゃったな。長安5万でしょ。武漢取って絵を先に取っちゃうのもありだな。今成城輸送も入って8万7000まで増えたんで、士気がマックスになったらちょっと武漢取りに行こうと思います。おっと、ついに剣閣から東中が脱走しました。東中と五軍の朝廷は無理ですね。もう取れない。抜擢武将の修行の成果、平凡平凡平凡不振、微妙。では成城から出陣します。どうしよっかな。青蘭だとちょっと足が遅すぎるかな。いや、一回途中に建設するか。あまりにも距離があるんで建設しましょう。もうお金もバッチリありますからね。脅威どうしよっかな。一人でいっか。工作物城塞、こちらを作りに行きましょう。大体建設作ろうとすると妨害が来るっちゃ来るんだよな。どうしよう、ここら辺かな。もし妨害に来たら撤退するかもしれません。うん、五軍が我が軍の高所を狙って進軍中のようです。こっち来たか。3番、南蛮が全然五軍を襲ってくれないんだよな。妖精通ったのに。どうしよう、なんとかこれ跳ね返さないとな。もう南蛮当てにしてたら剣念落とせないかもしれないので、杭州から出陣します。さっきのターンで武将何名か移動させたんですよね。ちょっと1番だと不安なんで、青蘭の2部隊でいきたいと思います。1番1番の計2番ですね。統率が50代か。順外の1部隊と加工家の1部隊でいきましょう。講師もうここまで来ちゃったんで出陣します。一応兵力は5分5分ぐらいまでは持ってこれたんですけど、勝てるかな。いや、突破だったら2人でいけるのか。よし、こっちは水溝の突破部隊でいきましょうか。武力70、78、コエンの方が高いのか。で、狙いをつける。オッケーで出陣。どうしよっかな。7日ぐらいでいいかな。さらにもう一部隊も出しておきます。なるべく城からのね、援護もありで戦いたいんですよ。奮戦奮戦奮戦。他は謀略はどうだろう。罠がいける。一人は城に残しておく必要があるんで、魚鱗で奮戦でしょう。混乱奮戦奮戦。一番武力高いのが67の東高かなってるな。ではこの1万で敵接近攻撃、追撃許可、実行命令攻撃で7日後、これでいきましょう。はい、味方動き始めました。7日でちょうどいいぐらいだったかな。あー、そして敵城に戦車撃ってきた。まあ内政下がるのは仕方ない。この攻守をおとりにして、その間に剣念落としてみせるって言いたいけど、いけるかな。ちょっと敵も兵が1万5000と増えてるじゃありませんか。はい、攻守防衛戦の続きです。なんか相手下がってないか。いや、気のせいか。一瞬下がったように見えたんですけどね。
風船だーって、これ相手の風船か、止めろー、ダメかー、しかしこっちもやり返したー、風船だー、はい、相手の方が兵は多いといえど、こちらが舞台数上だ。そして城からも矢が飛んでくれると信じる、挟み込み聖書道路、これ敵か、なんで敵ばっかり兵法が出るんだ、こっちの領地なのに。お、抜擢武将の指導が終了です。どうだろう、なんかあんまりイベントなかった気がするな。ロケンさん、統率74、武力69、知力74、政治50、まあ悪くはない。奮戦性乱、造営混乱、まあ悪くはないっていう武装です。ちょっと甲州から追加で1万の青乱を県内に出しちゃいます。先に出した2万だけだとちょっと怪しいかなと思ってます。いくぞー、2倍の兵力ならいけるはず。ただ足並み合ってないのがちょっと気になるな。はい、攻守防衛戦の続きです。特に何も変えてないんで、味方が倒してくれるのを待つだけと言いたいんですけど、こっちがやられそう。東方が特にやべえ。奮戦奮戦連鎖だ、しかもクリティカル来た、いいの、5651、かなり減らした、いいね。敵残り1万ちょいだ。戦車だー、城からも矢が炸裂、うわえー、敵は県内までだいぶ距離があるんで戻ることもねできません。戦車だって、これ相手か、やるじゃないの、頑張れー、兵数はこっちの方が上だもん、士気もだいぶ低いし、相手戻ってきてた東さん、あと長京さん、志作さんの3名再び魚鱗で出しちゃいます。1万、これで完全に相手を倒すんだ、追撃許可。そして県内も微妙に攻撃開始してるみたいですね。加工課隊が兵減ってるんで、なんやかんややってるうちに、ここの技工城塞ですかね、はい、建設終わり、輸送も終わり、4万5000兵が集まったので出陣したいと思います。狙いはこの武漢です。円が3万6000とちょっと少なめなんですよね。長安の5万2000も兵の数多いけど武将、いやーでも5名いるな、確実に出てくるな。なんか5にちょっかい出してんのかな、深夜の部隊は。いや、まずは行こう。多分円から武漢に輸送が来ると思うんでね、それをまとめて倒したい。今回は青鸞の2部隊2万2万の計4万でいきます。県内も見たいんですけど、まずは講師見ていきましょう。そして朝廷さん、ようやく仲間になりました。久々にねちょっと問いを見てみたらいけるって言われたんで送ったんですけど、よかった、突破だー、1852、いいよいいよ、相手部隊は残り1121、連動だー、いいね、県連2連の炸裂、1544、逃がすな逃がすな、追撃追撃、突破だー、これで終わったか、さよなら、これで部隊倒しましたね。では県連見ていきましょうか。連動だー、あー止められた、マジか、やるじゃん、連射クリティカルやろー、いってー、でも相手もう8270まで減ってますね。ダブルセーラー伊達じゃない、講師負傷兵9096になってました。相手ね3番できてたんで結構負傷兵ゲットできたみたいです。もちろんこっちの負傷兵もいるんですけどね。ちょっと救援送ってあげたいけど届くかなー、あー届きますね、よしよし。しかし加工課隊に成功しないって言われてる、マジか、成功は間違いありません。でもどっちかというと加工課の方、よしいける、なんとかね講師から救援を送って県内の2部隊も持たせます。
今度は賢明の戦いの続きを見ていきましょう。賢明から連射、痛い。1300、救援早く入ってくれ。飛車だ、くらえ。 OK、 896、4桁は出なくてもそれでも十分だ。救援、加工家の方が特にやべえ。一応2回送ってるんでね。あー、やばい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 、やられる前に救援入ってくれ、頼む。あ、脱落者がありだ。でも4000ぐらいにはなったか。よしよし、耐え抜いた耐え抜いた、いけるぞ。連動だー、くらえー、決まったー。連射も来たー、くらえー。よし、次々に決まる。やりましたー、紹介軍が賢明を陥落させました。よしよし、これで左下から5軍追い出しました。お、しかも紹介軍が武漢も落としました。県内6将兵は 16,763、 結構いますね。よしよしよし、捕虜は誰かいるかな。あ、いる、3人もいますね。あ、でもこれ講師に2人か、さっきの部隊か。ここは節句のみか。まあでも嬉しい嬉しい。ちょっと念のために外交確認、ナンバー信頼になってますね。これなら攻めてこないはず。もう今後はナンバー信頼をずっと維持しておこうと思います。異民族はね、まあ、正直めんどくさいんですよね。今回武将の数も多くないから、倒さずずっと友好関係維持しておこうと思います。なんか武漢にめっちゃ部隊来てました。相手は長打で来てたから、武漢にやっぱ輸送しようとしてたのかな。脅威隊は一回武漢に入れるで OK かな。相手が帰ってくかどうかだけちゃんと見よう。帰っていくなら放っておきますし、もし円に入ろうとしてて武漢に攻撃してくるようだったら、こっちが長安に攻めることを考えます。はい、敵は長安に下がっていきましたね。そして万世さん仲間入り、よかったよかった。五軍がもう左下からいなくなったんで、もう県内とか公使とか、まあ数万ある都市に関しては兵士をもう徐々に北に持っていこうと思います。おっと、西具さんだったかな、抜走されちゃった。お、抜擢武将です。新しい人は全部平凡、月並み有望、抜群有望。知力タイプか、統率以外がいい感じですね。東夷さんより当該でいくか。当該よろしく、厳格です。もう県内からちょっと出陣して、左の雲南取っちゃいます。ゴー。ついに魏軍が我が聖城を狙って進軍してきました。ありがたい。漢中から出てきたみたいですね。ただ1万5000だけか。もう3万とか大軍できてくれ。聖城にはね、脅威当該などももう移してあります。さっきまではこの円の近くの武漢に入れてたんですけど、円の兵が増えたな。ここはもう一人だけ置いて待機させてます。ここは牽制になってもらいます。で、本当は準備ができたら長安に行こうかななんて考えてたんですけど、漢中がね攻めてきてくれるなら、ワンチャン漢中に攻めるのもありですね。はい、県内の捕虜だった節句さん仲間入りです。これで捕虜はもういなくなりました。そして紹介軍が雲南を陥落です。これで左下は我らのものです。あと、この投石部隊に撹乱成功しました。士気を下げてやるわ。抜擢武将に何を教えるか、もちろん強連です。きたー、突破かな。そして突進、突撃も来たー。これで当該突撃覚えたんじゃないでしょうか。できました、なんとか兵をものにしました。来たー、突破突進突撃、当該も突撃覚えました。いいねー。
五軍の関係衆かな、まあ、お亡くなりです。で、義軍の長なんだろうこれ、なんとかがお亡くなりです。お、朱子を名乗るべき時があってようやく来たか。こんだけ年取ってもね、なかなか来ないなと思ってたんですよ。そして聖女への輸送部隊が大量に来ております。可能性があるって話か。まずはこの部隊を倒してからだな。大媒体と思ったんですけど、5が深夜に攻撃してるせいか部隊が円から出てますね。22,000、これはチャンスっちゃチャンスだな。でも巨匠とか59,000とかあるからすぐ援軍来ちゃうか。44,000、慌てずに我らはやはり艦中を狙っていくか。ここの兵数を減らしてね、そうすれば集中して右に行ける。とりあえず右の戦いにショッカーを出すのはやめましょう。では正常から当該と脅威の2部隊工場兵器に対して出します。だいたい使える人たちが一緒か。脅威の部隊は軍刀部隊で行くか。でもう一つを突撃突進突破などで出していきます。では正常周り工場兵器との戦い見ていきましょう。相手は国乱で無人状態です。ただそろそろ溶けちゃうかな。奮闘よー、連鎖にはならないか。くらえよお前タイミー。3645、強い、出さんぞー。奮闘、脅威もいった。くらえ2915、そして奮闘奮闘2連鎖だ。くらえ、これでオーバーイタイ終了ですね。シュー、円からも部隊が出ててすげえやっぱ狙い目だな。五軍の港を攻めてるのか、ちょっと間に合うか分かんないんですけど、脅威たちが戻ってきてまだ少なかったら武漢に移動して円攻めようと思います。おっと、三越軍が紹介軍に先制を告してきました。 KO ですね、狙いは。どうすっかな、仲良くするか KO 捨てるか。こんなはずでは。円12,401のままだったんで武漢からもう攻めます。一人だけ余るんでちょっと訓練一回してから出ようかな。土兵を持ってない人、あんまいないな。五元さんで鍛錬して、それからセーラ2部隊で行きます。脅威と当該の1部隊1部隊ですね、計4万で出ます。では円攻め見ていきましょう。早くも1番なんか部隊が出てきたな。これは円に対してだな。いや、1番どころじゃなくて2番出てきたか。巨匠から2番数値が見えます。しかし武漢から円はかなり近いですからね。ここで兵用が炸裂すれば敵は部隊出してくることはできない気がする。落とせないまでも兵をいっぱい減らしてくれ。ちょっとね、工場兵器しかないんで歩兵とか来ると困るんですよね。お、脅威がカンパした。おっと、抜擢部署粉塵です。はい、素晴らしい。当該さん最高だよ。引き続き円攻略戦です。 A 砲が出ればもう A 終わるかも。出ないな。あ、でも終わったか。来た。出なくても終わるかなと思ったんですけど、4連鎖だし、円の4連鎖炸裂。はい、円攻略。残念ながら相手の援軍は間に合いませんでした。さあ撤退していきます。オッケーオッケー、縁は我らのものぞ。抜擢武将が飛車を覚えたようです。お、
指導も一緒に終わりましたね。どんな能力だ。結構今回優秀な気がする。統率70、武力83、知力73、政治66。基本の能力はまあ普通というか割という方ですね。兵法、突撃と粉刃を覚えたのが強い。野戦に強い武将、ようこそ。そして三越がもうここまで来ちゃいましたね。一応部隊っていうか武将か何部隊かこっちに回したんですけど、守りきれないかな。1部隊ならまだしも3万だもんな。やっぱ慶応取ると厳しいな。もう1回出るか、仕方ない。皆の者、兵を持って脱出だ。どうしよう、近いのは霊領かな。しばらく慶応はもう開けておきましょう。どうせ取ってもまた攻めてくると思うんで。円の負傷兵は4695ですね。こっち4番で出陣したんで儲け儲けです。で、捕虜は王刀さん1人だけですね。まあまあまあ仕方ない、戦ってないんでね、ほぼ長安6枚1000か。これ以上右に行くとだいぶ援軍とか送りにくくなるから、次は長安狙いたいな。ちょっと西条から3万の輸送送ります。もう10万以上になってるんですよね。送るのは円ではなくこの技巧城塞にしておきます。今度はね、さっき言った通り長安狙いたいと思ってるんで、この城塞に兵を集めて攻めましょう。あと西条の兵減らせばね、また漢中から工場兵器出してくれるかもしれないんで、それを期待します。はい、慶応脱出です。お、一発でお父さん仲間入りです。いいね、義軍からお奪い取りました。はい、慶応制圧されました。義軍が指導の見学を狙って進軍中のようです。なに15,000、まさかの正常ではなく剣閣に来ました。ここは武将が全然いないんで大至急移動する必要があるな。ただとりあえずちょっと今回はね、キリがいいんでここでやめたいと思います。だいぶ我らも左下、蜀と渓南の地をねゲットできて、中原にもねさりげなく進出できたんで、いい感じになってるんじゃないでしょうか。次回はこの漢中の兵を減らして長安漢中のダブルゲットといきたいですね。次回も頑張って2軍倒していきます。最後によければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。紹介と脅威絶好調。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。